皆さんこんにちは。今回は抹茶味のフィナンシェを作ります。下準備として薄力粉、抹茶、アーモンドパウダーをザルで振るっておいてください。また焦がしバターも作っておきます。焦がしすぎないように注意して作ってください。焦がしバターができたらキッチンペーパーでこします。下準備が終わったらボウルに卵白と砂糖を入れて泡立て器ですり混ぜてください。二つが混ざったら次にザルで振るっておいた粉類を加えてさらに混ぜてください。粉類が混ざったら次は焦がしバターと小さく砕いた甘納豆を加えてしっかりと切り混ぜます。ここまでできたら型に入れて焼成です。190度で20分焼いたら完成です。